すまない。怪我はなかったか？モブ？どこに行ったんじゃ？ど根性！立ちました！気力回避、フラグちゃん！よいしょっと。なんじゃその荷物は？手伝おっか？うん、お二人ともいいところに。実はですね、じゃじゃーん！これは神様に頼まれて新作 T シャツを配ってるんです。死亡 T シャツをもっと普及させるために作ったそうですよ。死亡 T シャツを普及？こんなもの普及させてどうするつもりなんだか。お二人もぜひ来てください。みんなでお揃いにしましょう。え、気持ちはありがたいが、わしはちょっと。僕もいいかな。え、私とお揃いは嫌ですか？そういう意味じゃないよ。勘違いするでない。仕方ないな。ちょっとだけじゃぞ。とっても似合ってます。似合うか？逆にちょっとショックなんだけど。ちょっと何その格好、ダサすぎるでしょ。嫉妬さんの分もありますよ。はい、どうぞ。いらないし。何、嫌がらせ？まさか死亡 T シャツの普及運動です。こんなもの普及させてどうするつもりなのよ。バカじゃないの。僕と同じこと言ってるな。誰があんたと同じこと言ったって？偽父のくせにキャラかぶせて来ないでくれる？ほんとうざいんだけど。かぶせてきてるのは君の方じゃないかな。嫉妬さんの T シャツは紫色ですから、かぶってないですね。ね、じゃあ他の皆さんにも配ってきますね。これはいつまで着ていればいいんじゃ。ライトノベル発売中じゃ。 T シャツでフラグ回収。俺の名はモブを、暇を持て余している。あー、なんかいいことないかな。お、猫立ったぞ。生存フラグじゃ。生存フラグさん、これ何もしてないけど。あの猫の尻尾曲がっておるじゃろ。鍵尻尾といって縁起のいい猫じゃ。見かけるだけで幸運じゃぞ。へー、っていうか生存フラグさん、そのダサい T シャツどうしたの？ちょっと事情があってな。あ、行ってしまう。いやく、わしとしたことが猫に気を取られておった。シゾフラグちゃん、モブ、どこに行った？ここだ。おひょ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 、なんじゃこれは。く、 T シャツにモブオが張り付いておる。よくわかんないけど、ど根性ガエルと同じ展開だし、猫が運んだ幸運かも。適当なことを言うな。しかし貴様、こんな顔じゃったか？横に伸びておらんか？ T シャツの布が胸で伸びてるんだ。うわぁ、ぬくもりと柔らかみがダイレクトに伝わってくる。やめんか！シャツからシャツへ。まったく、これでは仕事にならぬわ。なんでよ、モブをプリント T シャツ案外流行るかもよ。汗とか吸うし。おとなしくせ。おっと、すまない。誰かと思ったら、持ち腐れちゃん。ぶつかった感触柔らかかったんですけど、巨乳自慢？闇？死んで？貴様。しかもその T シャツまだ着てるの？貴様こそ、その T シャツ。私は偽父と差別化のために着ただけ。誰がこんなダサ T 好き好んで着るかっちゅうの。そうではない。胸を見てみろ。胸？クソマブ！あれ？もしかして俺、他の誰かの T シャツに移動しちゃってる？喋った！どういうこと？すっかすかじゃん。今度はバックプリントか。しょぼぼ。いや、前についておるぞ。嘘でしょ？こんなにすっかすかなのに？すっかすかなのはあんたの大粒でしょうが！離れなさいよ、このクソモブ！この声、ペチャパイ？あー、どうりで。ペチャパイなら納得のスカスカ具合だわ。こんな T シャツ、切り刻んでやる。何その T シャツ、ダッサ。あ、師匠。うわ、喋った。師匠助けて、この人の胸すっかすかなんだよ。黙れクソモブ。嘘、もしかして本当にモブオ君なの？どういうわけかくっついてしまってな。え、ちょっと。何すんのよ。別に、自分の胸に聞いてみたら。胸に？君、やめてやめて、ダサい、キモい、くすぐったい、最悪なんだけど。ん？この感触、他の胸と違って違和感が。それ以上言ったらどうなるか分かってるよね、モブオ君。はい。
女性のシャツに。ともかく、ぶつかる衝撃で他の人の T シャツに乗り移れることは分かった。この調子でもっといろんな女の子の T シャツに乗り移ろう。ちょっと、そんなことさせられない。なんとかしないと。貴様、どこに行くつもりじゃ。お気の毒様。おっと、ごめんね。おや、天使ナンバー51じゃないか。その T シャツを着てくれてるんだね。嬉しいな。神様、 T シャツ、ん、どうかしたかな。うっそ、神様にくっついちゃったの。やだやだ、女の子のシャツに映るんだい。変だな、なんだかモブオの声がするような。ふっふっふ、残念だったね、モブオ君。さて神様、ちょっとそれ脱いでもらえます？え？さあモブオ君、お風呂の時間だよ。ってこれ洗濯機じゃん。ちょっと待って師匠。あーれー、綺麗になれ。回る回る回る。驚きの白さ。あれれ、なんか脱水が足りないみたいだな。うん、いい天気、洗濯日和だね。待って師匠、置いてかないで師匠。モブオバッドエンド。あれ、もう脱いちゃったんですか。ああ、うん、汚すと悪いと思って。まな板のせいでひどい目にあったんだから、こんなもの二度と着ない。僕も返すね。そうですか。そういえば、セイザンフラゴさんは。この T シャツ、見た目はあれだが、悪くない着心地じゃな。もらっておくとするか。立ちました。皆さんの応援メッセージ紹介のコーナーです。今日は私が読ませていただきます。いつも動画見てます。恋愛フラグめっちゃ好きです。これからも頑張ってください。ありがとう、僕も君のこと大好きだよ。続いてこちら、いつも可愛くて素敵です。失恋フラグさん、モブオさんにアピール頑張ってください。とのことですが。ありがとう、モブ君に振り向いてもらえるよう頑張るわ。はい、最後はこちらです。みんなが推しです。これからもよろしくお願いします。うん、ありがたいコメントじゃな。皆さん本当に応援ありがとうございます。さらに頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめん、するよ、ごめん。